こんにちは、シンクと申します。今回ですね、ゲームキューブのピクミンプレイさせていただきます。よろしくお願いいたします。当時ですね、クリスマスにピクミンを発売された当時にうちの母親にクリスマスプレゼントとして買っていただき、本体より先にソフトを手にしたことがあるという、まあまあ珍しい私の、ちっちゃい頃のお話なんですけれども、その後にね、お年玉であったりとか、お手伝いとかをよくね、おばあちゃんのお手伝いとかさせていただいてたので、それの、お金をかき集めて、ゲームキューブを自分で買うというね、ピクミンのよく私よく配信とかでも言ってるエピソードなんですけども、私ね、本当にね、過去に何のゲーム初めて買ったことありますかって聞かれるとすごく困るんですよ。一番初めに買ったのがゲームキューブの本体だったので、今までそれまではね、自分で買ったことがなかったんですけども、ゲームキューブを一番初めに買ったんで、まあ、実質ピクミンを一番初めに買ったともあまり変わらないぐらいなんですけども、初見プレイではないことだけ、先にお伝えしておきます。ピクミン自体はね、昔なので、中学校ぐらいの時、中学校やったと思うんだけど、ぐらいの時に、プレイはさせていただいてます。なんですが、クリアしてないんですよ、私自身。はい。なので、クリアをしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ピクミンのね、3D ラックさんを過去に動画化させていただいておりますので、まあ、操作感とかはなんとなく覚えてるので大丈夫でしょうということで、やっていきましょう。よいしょ、ゲームを始めました。ライビキさんもちゃおう。ピクミンのファイルを作っています。メモリーカード本体を作りました。はい、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 早いな。ニューゲーム。モンスターボールみたい。あ、こんなんだったっけ、一番初めのムービー。遭難地点。ピューピューしてる。あらら。目覚めた時、私は未知の星の大地にいた。私の名前はキャプテンオリマー。宇宙を旅する途中で流星にぶつかり、この星に落ちてしまったのだ。宇宙船ドルフィン号は多くのパーツを失い、無残な姿となってしまった。なんとエンジンまでもが失い、動かすことすらできないのだ。さらに悪いことに、大気センサーの値を見ると、この星の大気は猛毒の酸素を大量に含んでいる。猛毒の酸素、もうもう生命維持装置を働くのは30日間が限界だ。それまでドルフィン号を修復することができなければ、いや、考え込んでいても仕方がない。早速亡くなったドルフィン号のパーツを探すことにする。操作、ピピピ、殴る、視点は変えれないんだっけか。こんな狭かったっけ。わあ。え、いや、多分視点変えれると思うんだけど。あった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 。私の目の前に奇妙な物体が現れた。それはまるで私を待っていたかのように立ち上がり、一
粒の種を吹いた。これは何なんだろうか。どことなく私の星のオニオンという玉ねぎに似ているので、私はこれをオニオンと名付けた。オニオン。オニオン。オニオンが吹いた種は可愛い芽を出した。それは怪しい光を放ち、ゆらゆらと揺れている。どうもこれは私を誘っているかのように見える。今私にできることは近づいて A を押してみることくらいだろう。近づいて A を押してみましょう。見るんじゃなかったのか。引っこ抜くなよ。目を引き抜いてみると、その下から奇妙な生物が現れた。見たところ害はなさそうだが、なぜ私を見つめているのだろう。姿が私の大好きな野菜のピクピク人参にそっくりなのでピクミンと呼ぶことにする。 A で掴んで投げてみたり、 B で呼びかけてみることにする。 C や X にも反応があるかもしれない。ついでだが、カメラは L で回転、押し込めば素早くカーソルへ向く。ほうほう。 R でズーム、 Z で真上から見るの操作ができるので、今のうちにいろいろ試して周りの様子をさらに詳しく観察することにする。あ、やっできるんだね。こうか。あ、よしよし、この視点、この視点、このし、この視点、この視点。こうして、こ、なんて名前やったっけな、あれ。ペラップみたいなやつ、名前。オニオンがまたピクミンの種を吹いた。花から取れる小さなペラットかじゃペレットか、赤いペレットはピクミンが増殖するための食べ物なのだ。そしてオニオンはピクミンの母体らしい。彼らの生態は全く不思議だ。もう少しピクミンの能力を調べる必要がありそうだ。あ、引きすぎ。これ。あ、A ボタン長押しで連続抜きしてくれないのか。1日目はね、時間が経たないんでね、いくら遊んでても大丈夫なんでね。たくさんいらっしゃいませ、ちゃんおっちゃん。ピクミンの名前の由来、そうなんですよ。ピクミンの名前の由来、そうなんですよ。A を押すと突然にめっちゃ、そう。始まり方、あ、そうなんですよ。こういう始まり方なんですよ。視点はでも切り替えれないのか。これは動かせるね。引きよ、ズーム。これは、あ、これが上からね。これが分散。続ける。何もない。あ、なんかハエ出てきた。何もないか。足りないね。L 回転ってどれだ？あ、こうか。こうだ。オッケーオッケー、できた。押し込みでこうね。こんなめんどくさかったっけ、これって。L ボタンを長押ししながら動かしたら勝手に動くね、やっぱりね。こんなめんどくさかったっけ、これ。まあまあいいでしょう。
よし。Wii でやろうがキューブでやろうが変わんないよ。頑張れ。よし。ピクミンは何にでも興味を持ち、集団で力を合わせて行動する。この習性を利用できればドルフィン号を修復できるかもしれない。わずかに希望の灯火が見えてきた。これまでに分かったピクミンの操作をまとめておく。引っこ抜きは近づいて A、 投げは A を押すと掴んで離すと投げる。集団は、集合は B、 解散は X、隊列を操るのは C スティックで指示も同時にできる。カメラは L と R と Z。 このことはコンピューターに記録しておく。コンピューター画面を Y で呼び出せるので安心だ。なんということだ。私の前にあるのは紛れもない私の船のメインエンジンだ。幸運なことに一番大事なものを一番に見つけることができた。さて、どうやって運ぶべきか ?20 か。1、2、3、4、5。よし。ちょ、ここはまだいけないやつだね。ちょ、ボイ。お、ドルフィン号のメインエンジン。まずはこれ見つかって本当に幸運だ。これさえあれば離陸は可能だ。一度にたくさんの目が出ると抜くだけでも大変だ。妻にはあんたは細かい作業は下手くそとよく言われたものだが、どうやらコツは気合を入れて一気にやることらしい。よし、 A を連打でサクサク抜いていくことにする。そういえばピクミンは隊列に加わると興奮して鮮やかな色になるが、それ以外の時は薄い色に変わり光を放つ。
色と光に注意すれば簡単に見分けがつくので、これも覚えておくと便利だ。やった、連続できるようになったぞ。まだ足りないのか。23匹全員いるね。頑張れ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 、おらいおらい、こっちだこっちだ、おらいおらい。おらいおらい。よくわからない生き物を宇宙船直す手伝いをよくたくさんしたな。確かに宇宙から放り投げられたエンジン生きてるってどんな丈夫なんだろう。丈夫なんです。こんなもんないよね。よし、これで離陸が可能となった。なんとか希望の光が見えてきた。残りのパーツはどこへ飛び散ったんだろうか。明日からはそれの探索だ。遭難1日目。どうにかドルフィン号を飛ばすことができた。驚いたことに、オニオンも私と一緒に飛び立った。彼らは夜は地上で暮らしていけないのだろうか。それとも私についてきてるのだろうか。どちらにせよ、明日も彼らの力を借りれそうだ。ドルフィン号は、まだ29個もパーツが欠損している。すべてを元に戻せないと再び宇宙を飛んで家族にいるホコタテ星に戻ることができないようだ。生命維持装置を動く時間はあと29日。果たして残りの時間で修復できるのだろうか。上昇するドルフィン号の窓からは壮大な森が見えている。その希望に満ちた一帯を私は希望の森と名付け、明日から探索を始めることにした。現在のピクミンの数23匹でございますね。生まれた数が23匹。できたらな、日没志望のは00をキープしたいところではあるけれどもね。これからもやっていきましょう。セブしました。